って、いかがでしょう。いや悔しいですね。小さな、ほころびがあったので、ちょっと最後までエネルギッシュに踊ることができなくて、それが何よりもちょっと反省ですね。ちょっと後半体力的にきつかったですね。ちょっとこれを、なぜそうなったのか、ちょっと今夜考えながら、明日はフリーでさらに過酷ですから、こんなこと言ってられないと思うので、いやでもこの位置につけられたことは幸いだし、もうほとんど差はないに等しいので、1、2、3位はだからもう明日取りに来ますよ。明日は、大工、ボルドーでの大工です。どんな演技見せてくれますか。でもしっかりいい舞台が整ったと思うので、明日は、僕の大工を世界中に2公演目としてお届けできたらなと思います。我々も楽しみにしてます。ありがとうございます。